フェリックス・デュ・ジョダン、フェリックス・デュ・ジャルダンは、フランスの自然科学者、地質学者、動物学者である。原生動物の研究などで知られる。トゥールで生まれた。ディール出身の祖父も父も、時計師職人で、しばらく工作を手伝い、手先の器用さを獲得した。トゥールのコレージュで学び、知り合いの医師から解剖学と博物学の本を見せられて、科学に興味を持った。科学者、 アントワーヌ・フランソワ・ド・フルクロワの著書で科学の興味を持ち、しばらく科学に専念した。ルイ・ジャック・テナールの教科書で学び、パリのテナールの実験室で学んだ。1818 18年にエコール・ポリテクニークを受験するが、合格しなかった。トゥールに戻り、司書になり、余暇に科学の研究を行った。第三基礎の地層や化石に関する最初の論文は、 チャールズ・ライエルの注目を得た。1826年から1829年の間、トゥールで応用科学、地質学、科学を教え、工学や結晶学の研究を行い、植物採集を行い、1833年にアンイコール・エイコール・ロワール県の植物相談の著者の一人となった。植物学者のアンリ・デュトローシェの助言に従い、動物学に専念するために、 パリに出た。その後、数年は雑誌や百科事典に記事を執筆して家族の生活費を稼いだ。1839年にトゥルーズ大学の地質学と鉱物学の職を得て、1840年に新設されたレンヌの自然科学の学部の動物学、植物学の教授となり、後に学部長を務めた。同僚との摩擦で1842年に辞職した。 顕微鏡を使った動物学の研究で知られ、1834年に単細胞生物のグループをネアシムシと分類することを提案した。有効虫を生きた状態で顕微鏡観察し、顕微鏡下で、原生動物の体を解剖針で押しつぶし、中から出てきた粘着性の透明な物質が生きている様子を観察し、これを肉質と名付けて1835年に、 発表した。これはフーゴー、風合フォンモールラによって、原型質と呼ばれることになった。デュジャルダンは単細胞生物を観察したが、細胞の概念を持つことはなかった。1850年に、節足動物の脳内にある、キノコ体についての報告も言った。デュージャーは、植物の学名で命名者を示す場合に、フェリックス・デュジャルダンを示すのに使われる。 イストアールなチャールデズファイツの図版。ありがとうございます。